僕も今練習してます。おお、新技術を。新技術。せーの、うわっ、俺も呼びよ。イエおおおお、ここまではですね、アメリカ、スペインの話だったり、自分が見た景色の話だったんですけども、技術についても気になっている方多いと思うんですよ。印象に残ったスペインでのですね、技術戦術について教えていただいてよろしいですか。はい、僕ユーロリーグであったり、あとスペインの一部の試合も見たり、2部、3部、4部とかの試合を見たり、あの練習で感じたりはしたんですけど、一番思ったのはディフェンスがすごくハードですね。やっぱ NBA っていうのはパフォーマンスをやっぱりしてなんぼというか、ショースポーツだと思うので、例えばシュートを決めた後っていうのはポーズをこうなんかしたり、こうしたりしてすごい観客を盛り上げますよね。でもヨーロッパはもうそれが全くないというか、もうシュートを決めたらすぐフルコートプレスガチガチに、そこは勝つか負けるかみたいなところにすごいコミットしてる部分があるので、これはアンダーカテゴリーからずっと上のカテゴリーでもずっとフルコートプレスで前からガン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 当たろうぜ、なんならダブルチームとか仕掛けたりホールコートでっていうような文化がありましたね。僕が感じたことはやっぱり大きいんですよね。ヨーロッパの人間ってウィングスパンも腕の長さも長いんで、僕みたいなチビとかは本当パスが簡単には通らない。弱いパスであったり目線のままパスすると、それがすごいプッと、もう自分の目の前のディフェンスに反応されて取られたりっていうのがあるので、ディフェンスは足だけ使う、足ももちろんすごい強いんですけど、相手は手の動きとかもすごいうまく使えてて、だからすごい効率よく守ってるというか、ハードだなっていうのはすごい感じましたね。手の使い方って具体的にどんな感じなんですか？どのパスにしてもこう反応してるんですよ。それは取れようが取れまいが、とかパスコースにもしっかりこうそういう手があるので、なかなかボール持ってる人間からするとちょっと一工夫して、僕なんかも絶対バウンドパスをするんですけど、上のパスが通らなかったんで工夫をしましたね。なるほど、はい。必須のスキルとかっていう話もあると思うんですけど、例えば僕自身もですね、チェストパスはもう教えてなくて、はいはい、片手で例えばポケットパスっていう言葉があるように、はい、そういうのをどんどんやっていきましょうっていう指導をしてるんですけども、はい、こうパスの技術については何がいいとか感じるものありますか？やっぱりバウンドパスが上手いなって思うんですよ。低い位置のパス、例えば転がすようなパスもやっぱりしますし、やっぱ足元っていうのはどうしても反応できないし、反応したとしてもキックボールで相手ボールになることっていうのはやっぱり少ないわけじゃないですか。なので上のパス、チェストパスとかっていう空間のパスよりかはやっぱり地面を使ったバウンドパスっていうのがすごい上手いなって思うんで、股抜きのパスであったり、股抜きのドリブルで相手を抜くみたいなこともなんか普通にやってますね。股抜きのパスも常識として練習からもやってるっていう感じ。やってますね。スペイン一部の試合を観戦した時にとあるガードがいたんですけど、そのガードの選手がもうワンレッグのシュートだったんですよね。普通2本足でジャンプ、膝曲げというかこうスタンスで飛んで打つじゃないですか、シュートって。こうそれがもうワンレッグの片足でのシュートをの選手がいて、これはすごい僕も衝撃的で、最初緊急事態でそういう姿勢になったんだろうなって僕思ったんですよ。確かショットクロックが、確かにその選手打った時スリーポイントだったんですけど、ショットクロックがもうない時間にキックアウトでもらって打ったんで、ちょっと状態悪くなってこうサウスポーだったんですけど、片足でこう打ったんだろうなって思ってたんですけど、後々その後の試合もこう見てると、普通にもう自分のフォームが片足でこう打ってて、これはもうダンダンダンパンパンって打ってるんで、ワンテンポツーテンポタイミングが早くて相手も反応できずにシュートを打てていたので、こういうのも新しい、まあ、スキルというかフォームがこれからまた出てくるんだろうなっていう部分があって、僕も今練習してます。おお、新技術を。新技術。あ、まあでも NBA でいうとハーデンとかはたまにこうワンレッグでこう打ったりしてますよ。ああいうまあイメージというか、あれがまあ徐々にあれもスキルの一つとしてオプションとして持ってたら、これ面白いなってすごい思います。
まあ、NBA とか結構まあ YouTube とかにもこうスーパースターがいて、はい、あのスーパースターが好きだから見ようとかっていうきっかけにもつながったりすると思うんですよ。ユーロリーグってどう見たり、あとはスーパースター的な選手とかっているんですか？いると思います。僕も全然詳しくないんで、行って初めて生に見てめちゃくちゃおもろいやんけって思ったんですけど、やっぱ NBA とは全く違って個々のパフォーマンスっていうかチームのパフォーマンスっていうのはすごく見れて、戦術とかうまくこう使ってフリーをうまくみんなで5人で作って確率よくこう点を決めるっていうのをみんなでこうコミットしてるんで、そのオフェンスのデザインとか、あとディフェンスもそうなんですけど、ディフェンスのこの守り方とかっていう部分もすごいチームで徹底されてて、すごい頭を使ってる、考えてやってるっていうのが見てて分かるんで、これはすごく面白いですね。なんで IQ がすごく上がるなと、勉強になるなっていう感じがします。なるほど、はい。おー、これなんかステップバックっぽいじゃないですか。うん、普通に打ってるの打ってたんだけどな。ごっつぁんです。アウトサイドからはあんま見ないですね。確かに。でしょ？ゴール近辺だと。うん。背中見てるから。技術としてこのペリメーターとかでも持つとテンポが変わるというか。うん、